かわいい花がやっと咲いた。ズレデルフィーにぴったり。食べ物をください。かわいそうに。どうすれば助けになれるかな。一緒に来てください。ここは私の家です。まずシャワー浴びて。どうぞお茶を飲んでゆっくりして。ありがとう、なんて親切なんだ。で、コーヒーのおかわりは？は？そろそろ出て行ってくれない？は？いや、ここにいる。さよなら。欲しい。でもお金が足りない。すぐに稼がないと。無名のダンサーをサポートして。数ドルお願いします。ありがとう。ねえ、邪魔しないでよ。これで十分。ありがとう、同志。ちょっと高いな。ああ、そうだ。この財布落としましたか？ああ、ありがとう。これ、俺です。ありがとう。いいのに。あのクッキーも欲しい。ちょっと待って。またお財布落としてますよ。本当に？ありがとう。お礼よ。あのポテチも欲しい。待ってて。あれ、私のこれ探してるの？おーっと、失礼。メベル、なんて素敵なんだ。これをどうぞ。ああ、ありがとう、スティーブ。うわあ、こんにちは、イケメン。こんにちは。ねえ、彼をちょっとお借りしてもいいかしら？お願い。うん、お願い。どうぞ、行って、気にしないから。スティーブ、バラをどうぞ。ああ、ありがとう。もしもし？あと5分でここに来る？おっと、片付けないと。超高速で片付ける秘訣はブランケット。一体、何？ああ、鏡。顔をチェック。こんにちは、メラニー。これ、君に。かわいい。なに？お腹空いてるの？なんか作ってあげる。得意なのはインスタントラーメン。きっと気に入るわ。ありがとう。おいしい。おっと、ごめん。平気平気。メラニーは今までで一番だらしない人です。ああ、スティーブがこれから来るのに部屋が汚い。片付けなきゃ。
これで綺麗になった。あとはお茶が必要。こんにちは、スティーブ。これ私に。ありがとう。何の音？ああ、ポテチ。ああ、恥ずかしい。心配しないで。見て、僕のスニーカーだって汚れてるよ。いやー、今すぐ洗って。私の部屋へようこそ。これって本物？違うよ、ただの貯金箱。こんな感じで暮らしてるの。これってバト？サボテンが刺さった。助けて。応急処置しないと。この写真を修正しないと。こうやって。お待たせ。見て、野球が大好きなの。ああ、そういうことか。レベル、出かけられる？ちょっと待って。手錠？銃？一体彼女って。スティーブ、どうしたの？ああ、これ私は警察官なの。心配しないで、私と一緒にいれば安全よ。メーベルが試験勉強しています。コーヒーを入れてこよう。メラニーはカンニングペーパーを作っています。ガムを捨てたいけど。ああ、紙。よかった。え、どうしたの？うわあ、ガム。恥ずかしがり屋のアリスのロッカーはきちんとしています。さあ入って。ロンダのロッカーはゴミ捨て場のよう。でもあっという間に解決するライフハックがあるんだから。ダイナマイトを放り込めば。ほら、スペースができた。上の階の人がまたパーティーをしています。眠れない。静かにするようにお願いした方がいい？それとも言わない？ああ、枕がいい感じで音を消してくれます。これで眠れる。近所の人がパーティーをしています。何が起きてるのか見に行きましょう。ねえ、ちょっと。私がパーティーのクイーンよ。すいません、家に入れてください。お待たせしました。お腹すいた。でもなんで誰も食べないの？最初に食べるの恥ずかしいから小さくカットしよう。みんな、ああ、ピザいただきます。何？全部食べた？
みんな急がないとこっちのピザも食べられちゃう。二人の正反対の女の子はいかがでしたか？あなたはどちらが好きかコメントください。そして皆さん、このビデオにいいねしてチャンネル登録とベルをクリックしてください。ウーフーの陽気な新しいビデオをお見逃しなく。